191という差。さあとにかく仕掛けて、あっとそして平手が接触、平手が接触、平手が伊沢と接触、そして大きく大きくコースオフ。4コーナーで平手と伊沢がコースオフ。仕掛けていった平手がそのままコースオフ、そしてマシンを降ります。今おそらくインを狙ったんでしょうけどね、伊沢もそれをまあブロックしてタイヤに乗り上げたパターンでしょうか。はい、この辺りは黒沢監督も心配そうに見つめます。伊沢拓也とそして平手、8位9位争い、4コーナー先で接触。リプレイご覧いただきましょう。ここでうわ、左フロントと右リアが接触、そして大きく平手はコースオフ。いや平手でも少しちょっと体ダメージがあると思いますね、首のあたりが心配ですね、イエローフラッグが振られています。